カルロ・アルフレッド・ピアッティは、イタリアのチェリスト、教育者。ピアッティは、ベルガモのボルゴ・カナーレで生まれた。バイオリニストの息子として生まれた、彼は、最初は、バイオリンの勉強から始めて、後に、チェロへと転校し、優れたチェリストであった王王子のガエターのザネッティの、指導を受けた。2年間修行を積んだ後、劇場管弦楽団に入団して3ヶ月。 演奏するが、給料の10シリングのうち半分は、祖父の取り分だった。ザネッティの死後、ピアッティは、ミラノの音楽院において、ヴィンチェンツォメリーギーの訓導を受けた。その後、15歳で演奏会デビューを果たし、16歳で演奏旅行を開始する。技術は確かだったものの、彼は多くの客を集めることができなかった。 その結果、ある契約の途中で病に倒れた際、彼は薬代を捻出するためにチェロを売却せざるを得なくなってしまう。自らのリサイタルにゲスト奏者として彼を招いたフランツリストは借り物のチェロで行われたこの少年の演奏に衝撃を受け、彼に上等な新品の楽器を送っている。ピアティは当時有数のチェリストへの道を歩み続け、作曲した。 楽曲並びに、それらを演奏する感情に流されない出実冒険な演奏スタイルで人気を博した。1838年からヨーロッパ中を演奏旅行で訪れたピアッティは、あらゆる主要都市で極めて大きな成功を収めた。1844年には、フィルハーモニックコンサートの場で、ロンドンの聴取の前に姿を現している。1852年には、 ウィリアム・スタンデール・ベネットのチェロとピアノのための二重奏曲オッパス32の検定を受け、これを初演した。朝に曲を渡されたピアッティは列車の中で読み込み、同日夕方にはアンプで演奏したという。アーサー・サリバンからもチェロ競奏曲を1866年に検定され、初演している。1859年。 ポピュラーコンサートの創設にあたってピアッティは仕事を引き受け、以降39シーズンにわたってこの仕事とこの上なく、緊密な付き合いを続けることになる。1897年に退くまで、これらの各演奏会シリーズの後半で、室内学演奏会の第一チェロ奏者を務めた。ピアッティがマナ奏していたストラディバリウスは現在彼にちなんで、ピアッティと名付けられており、 メキシコのチェリストであるカルロスプリエトが所有している。ピアティは、ベルガモから約5キロメートル離れたモッツォで防止した。ピアティはチェロ競争曲を2曲、チェロ小競争曲を1曲、チェロソナタを6曲、チェロ伴奏の歌曲、チェロ独奏曲、チェロの競争本を1冊書いている。文下生としては、ロベルト・ハウスマンをはじめとして、数多くの人物が挙げられる。ありがとうございます。